第4話、激闘、観音崎沖海戦。今や大抵の兵器は加速時間特別区で作っていますからね。ほら、また新しいのが出てきますよ。不学級の二番艦火竜ですね。都市貿易港の計画上、東京湾への富岳級の配置は必須ですからね。ここにもはっきり書かれています。富士は日本一の山だ。もっともその計画が実現できるのは加速時間特別区があるからこそ。ですよね、京四郎君。というわけで、まさに加速時間特別区は人類とディゾルブの英知の結晶よね。ああ、私が言おうと思ったのに。先に言ったもん勝ちよ、悪いわね。もう私と京四郎君の時間を邪魔しないでください。あなたこそ私がいるってことを忘れないでほしいわね。ねえ京四郎君、戦闘に入るまではスーツのスイッチ切っちゃいましょうよ。ひどい！二人だけでこの景色を楽しむつもり？スーツが景色見たって意味ないでしょ？そんなことないわよ。私たちの人工知能はあなたたちと同等、それ以上なんだから。こうやって新しい刺激を入力されることでより高度に進化していくのよ。京四郎君がそういうのなら着用者のお願いじゃ聞かないわけにはいかないわね。ねえ京四郎君、このままずっとこうだといいのにね。もしもーし、また私のこと忘れてない？あんたね、高度な人工知能だって言うなら少しは気を利かせなさいよ。何のことかわかんない。機械のくせにかまととぶるな。ちょっと、その発言は差別よ差別。撤回しなさい。Thank you.
しました？風？潮風に当たりすぎましたかね。失礼ね。私の保温力ならこの程度の風で清志郎くんの体を冷やしたりはしないわよ。どうだか、もうガタが来ててどこかほころんでいるんじゃないですか。なんですって。はい、ブリッジへの呼び出しでしょうか。ここには最初から二人しかいませんでした。ええ、ですよね、清志郎くん。どうしました？エルシドを倒したって言っても、空間跳躍で送り込まれてくる数はたかが知れてますし、所詮は局地戦で地球の危機だなんて大それたものでは。面と向かってそんな風に言われたらどう反応していいかわからないですよ。ご苦労様なのは皆さんも同じじゃないですか。これだけ大きな艦隊だと動かすのだって大変でしょ。私たちはこの戦いを終わらせるべく精一杯力を尽くします。皆さんのお子様方が戦場に立つことのないようにですので、その間皆さんも首都圏の防衛頑張ってください。あんな風に言われるとなんだか恥ずかしいですね。これまでの戦いだってこんなスーツの力がなくても勝ててたんですから、これからだって別にいなくたって構いません。いい度胸じゃない。京志郎くんに切られていなかったらボッコボコにしてあげてるところよ。奇遇ですね。私も京志郎くんが着ていなかったら全身蜂の巣にしてあげてるところです。違います。この警告音は第主戦闘態勢を示すものよ。敵エルシド出現ポイントは真上。アレキサンダーの転送位置は？自分うんと司令も無茶をする。ヘリを1台借り受けると艦長に伝えておいてくれ。行きますよ、京志郎くん。アレキサンダー！
行きますよ、京四郎くん。富岳の前方に出ます。この近辺に堆積しているヘドロに足を取られているわね。これ以上のスピードを出すのは危険ですね。一歩一歩踏み込める場所を探索しながら進みましょう。了解。移動可能な地形を測定完了したわ。最短コースを突っ切っても目標地点に到着まで5分27秒。仕方ないです。下手に急ぐと転倒してヘドロの中に埋まってしまいかねません。その間なんとか富岳が持ちこたえてくれることを祈りましょう。焦る気持ちはわかりますが落ち着いて。なんだかんだ言っても富岳級が2隻揃っているんだから、そう簡単にはやられないわよ。今は着実に前進することだけを考えてください。単純な火力では富岳級はアレキサンダーのそれを上回っているのよ。勉強になった？衝撃波を放ってミサイルを破壊させたようね。あのヒレが衝撃波の発生装置のようですね。実体弾は通用しないか。慌てなくても大丈夫ですよ。富岳の作戦幕僚だってそのことにはとうに気づいています。ほら見てください、レーザーキャノンの発射準備に入っています。衝撃波では光学兵器は防ぎきれませんから。あのエルシド、光学兵器も持ってるの？こちらからレーザーを撃ってエルシドを引きつけ、何をする気ですか京四郎くん。ダメです。アレキサンダーはこのまま表示されているコースを進んでください。私たちが行って何ができるって言うんですか。アレキサンダーはあくまで制圧専用の兵器なんです。救助のための機能なんかないんです。この巨体で下手に近寄れば生存者をさらに危険にさらします。救助の部隊が向かっているはずです。カリューのことは彼らに任せましょう。今の私たちがやるべきことはあのエルシドを倒してこれ以上の犠牲を出さないことです。エルシドが間もなく富岳を射界に収めるわ。考えている暇はありません。このまま射線上に割って入りますよ。間に合いました。あれ、エルシドのレーザーの直撃で各種視覚系センサーが焼き付いたわね。回復までの時間を計測中。現時点では不明。
待ってください。他のセンサー類で、なんとか。サーモグラフィーは？これもダメか。レーダー？もうなし。あのふざけたフォルムで、ここまで抜群のステルス性ってのは納得いかないわね。相手が移動していないから、振動検知器は意味ないし。シロ君、焦っちゃダメ。落ち着いて考えて。助けって、どこからですか？私たちが富岳を助けるんじゃなかったの？ありといえばありだと思うけど、どう思う、ユキエちゃん？テスラフロート富岳、こちらはアレキサンダー操縦士ゴーリ少佐、応答願います。どうぞ。感謝はこの戦いに勝利した後にとお伝えください。今度はこちらを救援願いたいのですが、よろしいか？アレキサンダーが敵の攻撃を食い止めている間に、富岳のレーザーキャノンで前方のエルシドを狙撃することは可能か？ダメみたいですね。そんなことしたら富岳に敵の攻撃が命中してしまいます。京四郎くん、忘れたの？ヘドロに足を取られるから、今のアレキサンダーにフットワークはまず望めないわよ。終えてるに決まってるじゃない。まだ通信切っていないんだから。そっか、そうですよ。な、何よ、いきなり大声出して。周音センサーがいかれたらどうするのよ。修理してください。それよりも京四郎くん、あなたの言う通りです。富岳に助けてもらいましょう。富岳、聞こえていますか？ならば回線を通してこちらに富岳が捉えたエルシドの映像を転送願います。これで富岳と私たちは一心同体です。富岳がやられればイコールアレキサンダーも敗北ですね。富岳の CIC とアレキサンダーのセンサー位置のズレの補正を忘れちゃダメよ。言われなくても分かってます。気を抜かないでください、京四郎くん。ようやく準備が整った段階です。ここから本当の戦いですよ。もう結構鬱陶しい相手よ。実体弾が通用しないし、それにこれまでの累積ダメージが結構バカになら…とか言ってるうちに来た！大丈夫です。それほど致命的な損害ではありません。ですが、これ以上当たりたくはないですね。近づこうにも足場が悪すぎるわよ。ちょっと待って。うん、あることはあるわね。一人で勝手に決めちゃわないでくださいよ、京四郎くん。終わりですよ、ねえ。そうね。見てください、ここからエルシドまでのコースはどれも大きく迂回しなきゃいけません。そういうこと言ってるんじゃないわよ。何のために私たちがこのポジションをキープしてるか分かってる？下手に車線からずれようもんなら、富岳がレーザーの餌食になっちゃうわよ。
基本的にこちらはここから動けません。その上で相手を倒す方法を考えないと。敵のレーザー攻撃がこれだけ正確だと。そうね、腕を打ち出しても空中で撃墜するでしょうね。威力が期待できるものを考えると、あら、バーンブラスターは最初の一撃で潰されちゃってる。残る飛び道具は肩や頭部からの通常レーザーと胸部からのガイアブラスト。ガイアブラストはこの距離だとエネルギーが拡散しちゃいそうね。敵エルシドからレーザーによる反撃。お互いダメージを受けつつひたすらレーザーの応酬。むちゃくちゃ消耗戦ね。これはいっとくけど、序盤一方的に撃たれていた分その勝負は不利よ。京四郎くん、敵エルシドに新たな動きが。データベースを検索しましたが該当データはなし。正体不明ね。気をつけてください。少なくとも向こうは消耗戦に付き合う気はなくなったみたいですよ。だったらほっといて攻撃を続けちゃいましょ。あれがどんな危険物か知らないけど、本体が倒れちゃえば関係ないわ。曲がった。変光リフレクター、光学兵器の防御手段まで備えていましたか。京四郎くん、攻撃を緩めちゃダメ。ガンガン撃つ。一二発防ぐのが精一杯かもしれないわ。間違っても私たちを守ってくれるわけじゃないでしょうね。アレキサンダーのレーザーを跳ね返してこちらを攻撃しようとでもしているのかしら。バカにしないでほしいわね。あれだけ隙間が空いてるならその間を通してレーザーを撃つぐらい簡単よ。撃ったところで意味ないですけどね。分かってるわよ。それより向こうがレーザーの発射体制に入ったわよ。くっそー、こういう手で来たか。付近に浮かんでいる変光リフレクターをミサイルでロックオン。この距離なら衝撃波で破壊される前に当てられます。で、喜ぶのは早いみたいよ。撃ち落としますよ。
このままじゃ。それもまずいけど、あの位置はもっとまずい。あの位置からねじ曲げられたら富岳に直撃です。アレキサンダーが盾になっていても全く無意味になってしまう。移動したら普通に直撃なんて。ダメね。後方に位置したやつを撃ってたらその隙にどんどん追加の接近を許しちゃうわよ。分かってる。かといって後ろのやつを放っておけば富岳がやられる。後方に突破された時点でどっちに転んでも守りきれない状況に追い込まれたのよ。私たちは何よそれ。こんな状況で嘘なんかつかないわよ。そうですね、今スーツの言ったことに嘘はありません。どちらに転んでも私たちが敗北する状況に追い込まれています。だったらどっちにも転ばなければいいんですよ。こうすればいいんですよ。エルシドがレーザーの反射体制に入ったわ。後方の偏光リフレクターも位置調整してる。おそらく狙いは富岳。京四郎くん、アレキサンダーの胸部解放。ガイアブラストを最大出力で海面に照射。エルシドのレーザー、富岳に命中。いいえ、ほとんど損傷はないわね。当たってるわよ、今も思いっきり。トシロ君、学校で習わなかった？レーザーの仕組み。そうですよ、コヒーレントになっているからこそレーザーはその威力を発揮するんです。ただでさえ待機中で威力が削がれているのに、これだけ濃密な水蒸気の中を通ったらほとんど拡散して使い物にはなりません。それでも元々の出力があるから生身で受けたら危険だけど、富岳級の装甲なら、そうね、私たちが懐中電灯当てられているようなもんね。にしてもこの湯気のせいでモニターが真っ白なんだけど。富岳、転送しているメイン映像データにアクティブソナーを加えてください。ハハハ、無駄無駄無駄。いくら撃ったところでもうあんたのレーザーは通用しないわよーだ。代わりにこちらのレーザーも相手に届かなくなりましたけどね。ああ残念ながらお互いではないですね。向こうにはまだ。この衝撃波があるんですから、まだアドバンテージは向こうにあります。水蒸気が衝撃波で吹き飛ばされるわ。京四郎くん、ガイアブラストの照射を再開して。分かっています。けど偏光リフレクターはまだ健在なんです。今この蒸気を途切れさせれば富岳が危ない。でもどうするのよ。こちらからの攻撃はどれも通用しないって聞いてるの。
のよ、あの古くさい手帳は。なんですって？あら、気に触った？よくもこの手帳を侮辱してくれましたね。謝りなさい。侮辱なんてしてないわよ。ただ本当のことを言っただけ。今時手書きの手帳ってね。京志郎君、そのスーツ脱いでください。外に射出しますから。こんなところで私の京志郎君をひんむく気？この変態。誰が変態ですか？誰が？だってこのポンコツスーツが。だってこのチビ人間が。科学の最先端にいる私をポンコツですって？チビって言いましたね、今。ポンコツポンコツポンコツ。チビチビドチビ。あのイカをなんとかするまで休戦ね。それで何かいい格言はあったの？はい、これです。ここぞという時に言葉は不要、拳と拳で語り合え。利用って何？蒸気のせいでレーザーは使えないんだよ。それにリフレクターのコントロールを持っているのはエルシドだもの。うまい具合に発射角を調整できたとしても位置をずらされたらおしまいじゃない。京志郎君、そんなに難しく考えることはありませんよ。拳と書いてあるんですから、拳を使うんです。そのロケットパンチというのはよくわからないのですが、まあロケットパンチです。エルシドを狙って最大加速でボルトのプレッシャーを打ってください。まさか機体で戦うなんてバカなことはしません。そんなの外れたらおしまいじゃないですか。両手は露払いです。腕から切り離したらその後方から追尾する形でミサイルを発射するんです。ああ、なるほど、確かにこれは目には目をだわ。大丈夫よ京志郎君、これならうまくいく。期待じゃなくて確信してくれていいわ。準備整いました。いつでもどうぞ。両腕とも敵エルシドの手前50メートルで崩壊。計算通りですね。続いて両手より発生した衝撃波、敵エルシド衝撃波と接触。両手の後ろからですよ。最大加速で射出した場合、両手の瞬間速度は理論的にマッハ70、そして音速を超えれば自然と衝撃波が発生するんです。
しかも同じ衝撃波でもこっちのは桁違いだからね。ほらほら見て見て、相手の次々衝撃波が押し返されて、こちらもミサイルまで到達できないでいる。まもなく全ミサイル目標に着弾。5、4、3、2、1。エルシド消滅。